いつも応援ありがとうございます。今回は座りスタイルでお送りしてますプラスアンバサダーの片山です。今シーズンも残すところで、もう明後日の水戸戦最終戦を残すのみとなってしまいました。残り1試合、最後までねしっかりとみんなで戦っていきたいと思います。その明後日の23日日曜日の水戸ホーリーホーク戦ですが、この日は14時からですね。いつもとはちょっと違ってます。14時からキックオフで試合を行います。まあシーズンの最終戦で、まあ前売りのチケットも完売ということで、皆さんありがとうございます。まあ本当にね、完売したということで混雑が予想されるんで、まあできるだけね、シャトルバスに乗ってきたいですとか、自転車ですとか徒歩ですとか、そういうことをしてくれた方がスムーズに皆さんも行くと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。またね、もちろん迷惑駐車等々は、ぜひというか絶対にね、なくしてもらえるようによろしくお願いします。で、会場の方、アルビンの方はもう満杯状態だと思うんで、少しでもね、一人でも多くの方に、ここもプラスワンですね、一人でも多くの方に、気持ちよく試合を見てほしいんで、席も全てですね、席詰めの方もご協力お願いしたいということです。で、まあこの日も最終戦ですが、いろんなイベントを盛りだくさんで、開催します。まずはね、松本山がグルーウィンピック2014開催されてます。現在もウェブ投票実施中です。で、11月23日の試合当日も、投票用紙をですね、先着1万名様にお配りします。ぜひ皆さんのね、ご参加、ふるってのご参加をよろしくお願いします。で、まあ重大発表ということで、このプラスワンバサダー TV ですね、今回が最終回です。今まで本当にたくさんの皆さんのご視聴、ご意見いただきました。ありがとうございます。まあ、本当に、皆さんの力もあってですね、プラスワンで、今シーズンは、スタジアムもね、アルビンも、ま、前にもなりましたし、まあ、まだまだ目指すところ多いですけども、これからもね、ぜひその気持ちを忘れずに僕もやっていきたいと思うし、みんなもぜひ協力してほしいなと思います。で、この試合終了後にはですね、グリーンシャワーであったり、そういうイベントも行われますし、やっぱり最終戦ですんでね、いろんな人のいろんな気持ちがね、詰まった試合になってくると思うんで、そこも皆さんぜひ盛り上げてほしいというふうに思います。それではラスト1試合、プラスワンじゃないけどラスト1試合ね、会場でアルビンで皆さんのお越しをお待ちしています。それでは当日アルビンで待ってます。さよなら。最終回、ガンズくん、さよなら。